次、クーダを用いた画像処理の方行かせていただきますね。で、さっきのは1次元、今回は画像で2次元ですね。やりましょう。クーダを用いた画像処理、今の時点で5分遅れてますんで、時間通りぐらいに終わるぐらいにしてちょっとリカバーしたいと思います。ということで、クーダを用いた画像処理やらせていただきます。画像処理を、クーダで並列化すると、その時の基本的な並列化の考え方ですね、これを説明させてもらって、今回この話の目標としては妥当な内部コードが書ける。内部コードって僕ら GPU の上ではいいんですが、まあ、最適化されてない、まあ、素の素朴な GPU コードってそういうふうな言い方します。まあ、最適化する前に内部コード変えて動くの確認して、それにらんで何しようかなって思う、そういうところ の最適化の前まで行こうっていう話です。で、それを書くときでもやっぱり最適化というか、もう GPU を生かした書き方っていうのがありまして、その意味で最適化の処方が分かると、そのレベルの話、ブロックサイズの調整であったり、メモリアクセスパターンの説明であったり、そういうことをさせていただきたいと思います。で、今日は色変換の空間なんて言いましたけど、非常に単純な例、時間もございますので、RGB を Y ですね、輝度信号に変換するという、これ非常にシンプルな、サンプルでやらせていただきます。まあ、やったらここのマンドリルがまあ白黒になるよって、まあ、この時の係数ってこんな感じで計算するよって、まあ、それだけのプログラムです。で、クーダにおける画像処理、まあ、これやるときに、先ほどの1次元の配列の輪に比べて、まあ、2次元のメモリですね、扱うための API っていうのはあるのはこれ利用したいと、あともう一つ、並列化ですね、きちんとした並列度を持って、処理したい。で、大体ケプラーの GPU の場合には、並列度どれぐらい欲しいかって簡単な目安ですよ。コア数、例えば、ハイエンドのクワドロ K6000 とか K40、テスラ K40 ですね、2880コア、これに簡単に10かけてください。28800、これぐらいは最低入れてくださいっていう言い方です。もっと多い方がいいです。ですから GPU の最適、そういう意味で並列度をきちんと設定しながら計算しましょうという話をしていきます。で、まあ、これ一般的に画像処理の場合にはメモリのピッチを考慮したメモリレイアウトで、計算していきます。というんで、今回もそういう形で、計算していきます。まあ、ここにピクセルがあったら、ここはメモリのあるストライドを守るアライメントですねを取った状態で余計に取っておいて、実際に使う、ピクセルはここからここまでみたいな、そういう計算をします。こういう形でメモリを取ります。まあ、こういうことを、こういう取り方をしますので、実際これ配列を1次元で取った場合には、そのインデックスっていうのはこの X に対してこのライン分下に下ったとこ Y かけるピッチインピクセルですね、この分を足したものになります。で、こういうメモリの確保とか転送ってそれ専用の API がございます。で、CUDA MR6 ピッチって言います。これピッチがついたメモリをアロケートする。で、これがデバイス側のメモリのポインターで、サイズ T の星があってピッチですね。で、このピッチっていうのは星がついてるってことは、これ API 内部で割り当てられます。どういうことかというと、 GPU に適した、ピッチでアロケートしてくれると。そしてここのサイズ T のウィドス、これが1ライン分の幅ですね、これバイトです。で、サイズ T ハイト、これが画像の高さになります。で、あともう一つ、クーダメムコピー 2D 2次元のメモリコピーもございます。これの持っている機能は本質的にはピッチ変換ですね。で、これがディスティネーションのメモリのポイントだとするならば、ここで D ピッチ、これ何かというと、ディスティネーションのメモリの、レイアウトですね、そのピッチを入れる。で、ここにソースがあって、ソースのピッチがある。まあ、これソース側でも同様に指定してあるわけです。そしてサイズ T があって、ウィドス、横幅のバイト数、そしてハイト、画面の高さ、そしてクーダメモコピー解像とかあります。これ先ほどちょっとお見せしましたが、デバイストゥーホストとか、ホストトゥーデバイスとか、そのメモリの転送方向を示すものになります。まあ、ここでディスティネーションのピッチとソースのピッチが違っていても、変換しながらコピーしてくれる、まあ、そういう API があるということを、まあ、皆さん知っていただければと思います。なので、まあ、これ実際にアロケートするときは非常に単純で、こんな形で書きますけど、CUDA MR6 ピッチで D イメージ、デバイス側のイメージのメモリを確保するよ。あ、すいません、これ間違ってますね。
ということで、ここのポインター取ってきて値を取ってくれると。で、まあ、これがバイト幅なんで、まあ、よくやるときにピクセル幅に直した方が楽なので、これをサイズオブ U キャラ4、まあ、今回のデータの1ピクセルの幅で割ってやって、ピクセル単位でピッチを取ってくると。でこの状態でピッチを変換しつつ、ホストからデバイスへとメモリ転送すると、どうなるかというと、 D イメージがあって D ピッチ、これバイト単位ですから、このまま当ててやって、あとはソースですね、ホスト側のメモリがあって、ソースのピッチ、これ CPU 側で決まってる何かの値があるはずです。でこれに対して横幅、バイト数で指定して高さを指定する、そしてホストからデバイスにコピーする、まあ、こういうふうにしてコールしてやると、ピッチを変換しつつコピーすることができます。まあ、これでホスト側のところで、まあ適当な処理で画像を読み込んで、CPU 側のメモリを GPU に持っていけたわけです。でここで、GPU 上で今度処理するということになります。でも画像処理における並列化の基本は非常にシンプルで、原則ピクセルとスレッドを割り当てると思ってください。で1ピクセルに対して1スレッドを対応させますので、ピクセル数分スレッドが走ります。まあ、これですから、例えば 512×512 って高々の画面のサイズであっても262,144スレッド走ります。で実際にこれ非常に普通です。26万スレッドと言われても全然多くない。 GPU っていうのはもともとやっぱり描画の時にピクセルを埋めるのに並列化されているものですから、まあ、それを GPU コンピューティングでも同じようにやってるだけです。まあ、そういう話になりますと、スレッドは処理対象のピクセルを持つことになります。そうすると自分の位置、自分のスレッドって画面の XY のどこに対応するのっていうのを知ることが必要になります。で基本的に画像処理はこのスライドがミソになります。どうなるかっていうと、先ほど説明した CUDA のブロックをタイルで割り当てます。先ほどブロックっていうのを1次元で書いていましたが、これ2次元とか3次元で定義することも可能です。でこれは2次元でブロックを定義していきます。そして画面を全部カバーできるサイズまでこのタイルを敷き詰めるってことをするんですね。でそういうふうに作ってやると、実はここのあるここのピクセルのことを見たいねって思った時に、ここの XY を取るためにどうすればいいか、実は先ほど、前のセッションおられなかった方もおられますが、そこに対してグローバル ID、 X 方向ですね、それとグローバル ID、 Y 方向、これを取ってやることでもう座標がすぐに出てくるということになります。どういうからくりになるか、例えばここのピクセルの位置を知りたいねって場合には、このグローバル ID の X 方向ですね、ブロックディムの X かけるブロックインデックスの X プラススレッドインデックスの X と、これどういうことかというと、ここのブロックディムっていうのはこの幅ですね、ここで言ったら5です。でブロックインデックスっていうのはここが何番目のブロックか、012なので 5×2 で10スレッドこっち側にあるねっていうのは分かるわけです。でこれスレッドインデックスの X っていうので、ここの内部のところで01234ですから、10足す4で14番目ですよね。0ベースで14番目に来てるはずです。であともう一つ、こういうふうにY 方向も全く同様に考えてよくて、結局座標を取ってくるっていうのはこういうグローバル ID XYZ ですね、これを算出して取ってくることと等しくなります。でさっきちょっと細かく説明しませんでしたが、このブロックディム、ブロックインデックス、スレッドインデックスですね、これ自体も XYZ の添え字がついています。それぞれのディメンションに対応する添え字を使いながら、メンバーを使いながら計算したければその座標が分かると。というんで、これ画像処理のカーネルの基本です。例えば RGB と Y カーネルってあったとして、これ U キャラ4のディスティネーション、これ変換後ですね。これは変換前で、Width、Height、Pitch ってあったとすると。でこれに対してグローバル ID の X 方向と Y 方向をまず計算してやる。そしてこの中でWidth と Height、画面のサイズですね、この分で範囲を区切ってやる。でそしてやると、あとはもう GIDX プラス GIDY かけるピッチ、ここで1次元の配列で見たイメージのそのインデックスですね、これを計算してやる。
まあ、ここまで計算してやればあとはこの式で RGB に直してやると。で値を読んで UCharU キャラ4のバリューですね。でこれで、フロートの y でまずこれ計算してやると。でこのあと min の 255×int y、まあ、こういうことだってちょっと整数化してやりますね。アンサインドキャラの y が出てる。ですいません、またもう一個間違いを見つけました。というんで今回は U キャラの4なので Make U キャラ4ってやつ書いてあって、まあこういうちょっと関数あるんですけど、あの XYZ つまり RGB にみんな同じ Y の値を設定して値を入れるということをやっています。まあ言うたら簡単ですよね。あのカーネルを呼び出して座標を出して範囲チェックした後インデックスを取ってくる。そしてそのカーネルの中では一つのピクセルしかもう処理しないんですね。その値を読んでやって計算して値を作る。そして最後書く。まあこれが一番シンプルなカーネルの形です。でこのカーネルを呼び出すためにどういうふうにやってやるか、まあ、これもあの1次元のものを2次元に拡張するだけで、まあ、ここにブロックディムってあります。これ実は2次元で定義できます。なんで今度はこのさっき言った切り上げの割り算ですね、この幅とブロックディムの X があって、まあ、これを切り上げて十分にあのウィドス分をこのタイルがカバーできるだけのブロックの個数、まあ、タイルの横の個数を出してやる、まあ、同様に高さに対しても同じようにまあ、タイルの高さですね、高さ側の個数を出してやるということでグリッドディムを設定してやって、グリッドディムとブロックディムを設定してコールするとまさにそれだけの並列度で、GPU の中で処理が動くと。でこの時にね、皆さん絶対 FAQ だと思うんですけど、これやりたくなると思うんですよ。例えば画像のピクセルがあった時にスレッド0があってここでループして舐めていくって、これまずあの本能としてやりたくなるのはすごくわかります。 CPU だとまずこうだろうなと思います。でこれ絶対やんないでください。なんでかっていうと、一つ目にあのまず並列度が低い。例えば高さが、まあフル HD で1080って考えた場合に1080並列ぐらいじゃ GPU って動いてくんないんですね。細かく刻んでもあまり意味がない。でもうあすいません、ね、まあこういうふうな処理を、あともう一つこういうふうな処理をして値をなめていくっていうのが実はあの GPU ではあのメモリアクセスの効率が悪い。これそういう GPU で喜ばれる、あの喜ばれるか GPU があの働いてくれるメモリのアクセスの仕方はこのコアレスアクセスっていうやり方になります。まあ言うならスレッドがあって0123456789ってあるとします。そしたらメモリに対してちょうどこれ隣り合った要素を隣り合ったスレッドでアクセスする、まあこれが基本的な考え方になります。まあ言うたらさっきのやつはあれですよね、スレッドがあってもうこれ舐めていくようなことをすると、まあ、これとはこれと縦と横がちょうど違うような関係になっている。まあ、ここの点はあの留意していただければと思います。ということで見ていただいたら分かると思うんですが、まあ、こっち側でもあのブロックディム X のブロック、あすいませんね、こっちがグローバル ID の、 あの X になってますが、ここスレッドインデックスの X すいません、グローバル ID が順番に01234ってこう並んでいる形になっていると思います。でそれが一個一個のスレッドがそのピクセルを読んで並び合ってます、まあ、こういう形であの並列化をしてくださいというんで動かしてみろという指令が出ましたので動かしてみます。プロジェクトの作り方なんかはさっきと全く同じですね。で今回ちょっと OpenGL で、絵を描いてますんでもうちょっと違うプロジェクトの雰囲気になってますが、まあ、基本的に、この CU ってファイル、これ実はあの C++ リンケージなので、まあ、そういうふうに使ってやればオブジェクトをあの C とか C++ からリンクすることができます、まあ、そんな感じで複数のファイルのプロジェクトになってます。で実際に RGB というグレーってこのカーネル、まあ、そこに書いたものと同じですね。プレゼンテーション中に書いたものと同じです。
まあ、こういうのを実際に動かしてやると、お、見てましたね。でこれをほら出ると、今ちょっと普通に出てますが、これボタンを押すと切り替わる。でこの時にちょっと皆さんにイメージしていただきたいのが、この一個一個のピクセルがあります。これがみんなスレッドなんだよって。いいです。これ 800×800 のサイズなので、今こうやって絵が変わる瞬間に、いくらになりますか。64万スレッドですよね。64万スレッドがこの瞬間に動いてるんです。いいです。そのイメージをぜひ皆さん持ち帰っていただきたいと思います。でこれで最後ちょっと追い込みですね、やっていきます。で、ブロックディムの決め方ということで、これどうやっていくかというと、64コンマ2ってさっき言ってましたけど、あの数字をやっぱりどうやって決めればいいのかっていうのは結構よく聞かれる質問です。すいません、ちょっと前戻ってみましょうか。ほら、ここでお見せしたやつですね。このカーネルで64コンマ2ってそもそもこの縦と横っていうのをどう決めればいいのか、そもそもこのブロック内部のこのピクセル数をどれぐらい当てればいいのか、で結構恣意的ですよね。恣意的ですけど、これは実は GPU の構造を考えるときちんと割り当てが効くようになっております。まず考え方は3つあります。1つ目、オキュパンシー、占有率って言います。これ 100% にする。これ何かっていうと SMX の中での最大数のスレッドを動かす。でもう1つ、ブロックあたりのスレッドを小さく。でもう1つ、横方向はコアレスアクセス、しかも長く。この3つの考え方をとります。でブロックディムの決め方っていうのは、これまずオキュパンシーって占有率から考えますけど、実は1つの SMX あたり、最大で2048スレッド動きます。ですから2048スレッド突っ込みたいんですね。でところが1個制約、制約があります。2つの制約ですね。最大のブロック数っていうのは SMX あたりの最大のブロック数っていうのは16個までなんですね。ということは、例えば極端な話ですけど、1スレッドパワーブロックみたいなことをすると16スレッドしか動かない。だから2048に届くことはないわけです。最小の数があるわけです。それともう一つ、最大のスレッド数パワーブロック、これが1024です。ですから言うなら SMX の上では同時に2ブロックまでしか動きません。まあだけどこれで両方の範囲が出たので、このオキュパンシーっていうのをこれ2048スレッド走らせる、このオキュパンシー 100% という状況を満たすブロックあたりのスレッド数っていうのはこれ割り算ですね。2048スレッド割る16、8、42って、まあ128から2024まで、この4通りしかないんですね。これのうちの一つが妥当なブロックのサイズになります。で、二つ目、ブロックディムの決め方。もう一つのルールは、なるべくブロックのサイズをちっちゃくっていう話をするんです。まあ言うなら、まあグリッドで例えば4096スレッドぐらいのことを考えます。で、ブロックのあたり256スレッドと1024スレッド。こういう二つの場合を比較します。そしてあと、3SMX パー GPU って、まあ、そういうふうな条件をつけて、まあ、無理やりタイムラインを作ってみると、そうするとブロックサイズがちっちゃいと、こういうふうに結構密にパッキングしてくれるんですね。だけどブロックサイズがでかいと、こうやって1個だけビョーンって飛び出しちゃいますよね。まあ言うたらブロックサイズがちっちゃい方が、まあ自由な格好でパッキングはできるので、ブロックサイズはなるべくちっちゃく。だけど先ほどの議論に戻ります、占有率は 100% キープしたいというふうなことになると、もうこれしかないわけですよ。ケプラーでは、まあ、基本としてまず考えるときに128スレッドパワーブロックをまず基本としてください。まずプログラムを書くときにまずそれを決めて構いません。で都合が悪くなってからいろいろいじるようなことをしていきます。でこれも聞きたくなると思います。
SMX ってケプラーの場合 SSMX あたり192コアだよねって、192コアなのに128の倍数でいいのって、これいいんです。でコア数に縛られないでほしいんですね。何かというと SMX の上にこのワープスケジューラーってあります。実はこいつが命令発行してるんです。でこれが1クロックあたり1クロックあたり1命令ずつこうやって入ってるんですね。ということは4命令パークロックって感じなわけです。まあ厳密にはデュアルイシューもあるんで4命令パークロックもしくは8命令パークロック出てます。まあ、これを実際に埋めてやればいいので、まあ、ワープあたりこれ32スレッドが1クロックで32スレッドをドライブできるわけです。でこれもまた32とくるんで全部出して128、ね、ということで128スレッドが正しいというのが言い方になります。もう一つ、タイルは横長が良いと。これなんでかっていうと、これコアレスアクセスですね。でコアレスアクセスのパターンをきちんと満たしてくださいというのと、長さはやはり基本的にワープ欲しいんです。32の倍数にしてほしい。でこれ偶然ではありませんね。やっぱこれ L2 キャッシュの1ラインが実は128バイトです。で今 RGBA で4バイトでアクセスしてますけど、そういう意味ではちょうど128バイトになるはずで、このワープ1個のアクセスが L1 キャッシュの1ラインに対応するんですね。でもし32よりもちっちゃくしたい場合には16もしくは8使ってください。まあ、これはハードウェアに由来する起源があるんですが、まあ、今回は説明しませんが、まあ、32よりもちっちゃい場合には16、それでダメ、それでも16よりもちっちゃくしたければ8、まあ、8よりちっちゃいのはもう完全にアウトです。で実際にこれ計測してみるとこんな形になるんですね。で一番いいところがどこかというと、ほらやっぱり、ここがブロックサイズ128ですね。128スレッドパワーブロックのところで、ここよりもちっちゃくなると急速に落ちていきますよね。であとはここよりもここを右に行っていくと、さらにブロックサイズでかくなっていくとやっぱり落ちていくんですね。まあだから理屈の通り128バイトパワースレッドの横長が一番いい。まあ 64×2 でもいい、まあ、32×4 でもいいけど、だんだん16になると落ちてきます。 OK です、ね、というんで、ここの影の領域はまずこれ置きっぱなしが 100% いってない。だからスレッドがあまり動いてない。だから十分なスレッド動いてないからメモリアクセスができない。だからバンド幅が落ちる。もう一つ、8を切ると実はさっきのコアレスアクセスとして横に並んでるものの効果がなくなってくるんですね。それでこの8を切るところをなくしていく。そうすると大体使える領域というのは見えてきます。まあ、あとは1024のところは使わないとして、となると大体ここの辺の領域を使っていくということになります。まあ、だけど考え方は単純で、128スレッドパワーブロック、これが一つ目。もう一つ、32の倍数ですね。で横幅決める、まあ、そういう領域に非常に効率のいい場所が入ってます。ということで、ここの辺で画像処理のところの入門編を終わりにします。でまとめ、画像処理におけるクーダだ、まず1個ピッチきちんと考えてください。先ほどのコアレスアクセスとも関係ありますが、うまく L1 キャッシュ、L2 キャッシュですね、そういうメモリのアライメントをきちんと生かすという書き方をしてほしい。でもう一つ、2次元のグリッドを使ってほしい。1次元で展開するのを自分で計算することもできるんですけど、よかったらこれ2次元で初めから手にしてください。こっちの方が慣れればシンプルに見えます。でもう一つ、正しい内部コードの書き方、コアレスアクセス、これ大事です。守ってください。ですから、まあこういう考え方を演繹していくと、ピクセルごとにスレッドを割り当てるような並列の方がいい。であともう一つ、ブロックサイズは128が適当ですね。これを頭に入れてコードを書き出していただければ、まず正しい内部コードが書けます。ということで、皆さんまたお試しいただければと思います。ということで、2つ目まで終わりました。いかがですか皆さん。ちょっと正しい時間を確認しますね。お、5分遅れまで戻しましたね。じゃあちょっとすいません、次も それなりに始めさせていただきます。ですいません、出入りあると思いますが、質問とかありましたら聞きますが、どうですか。
どうぞ。はい。二次元フィルターとか三次元フィルターみたいな感じで、一つの画素に対して周りの画素をこう参照して読み込むときありますよね。それってスレッドの数が大きい方がブロックの中で共有化するメモリの領域が多い。それで次です、次です。あ、そうです。それは次です。内部コードの時って多分それ考えないんですよね。ああ、だけどあのおっしゃる通りで、それをまさにやっていくのが最適化のプロセスになっていきます。あは、じゃあ次回します。はい、ありがとうございます。あの非常にいい質問いただきました。大丈夫ですか。なんか無理やり強引にあの時間なんとか戻ってよかったです。他にご質問ありましたら聞きますが、いかがですか。あの今日1日会場いますんで、あの懇親会、あのこの後は僕3つぐらいあのセッション別にまた見なきゃいけないんで、あのやらなきゃいけないんで、あのゆっくりお話できませんけど、またあと懇親会の時とかいますから、おられたらぜひあの聞いてみてください。であとは今日はあのすごくダイジェストです。あの本当はこの内容を、多分1個目のやつが1時間、2個目のやつも40分ぐらい普通に使ってやってます。なんでちょっとだいぶ駆け足ですが、まあ、こういうふうなことを私らのセミナーの活動の中で常にやっておりますので、あのよりじっくりディスカッションしたい方とか話聞きたい方はそういうところに参加していただければと思います。だいぶあの今回2時間の中では欲張った内容になってます。大丈夫ですか。